な衣装ありがとうございます。この衣装と一緒ならどこへだって行けちゃう気がしますね。海が見える駅ってとっても素敵ですね。こんなに近くを電車が走ってるなんて思いませんでした。世の中には私の知らない景色がまだまだたくさんあるんですね。もっといろいろなところへ行かなきゃ。もちろんプロデューサーさんも一緒にですよ。楽しみですね。夢の特急列車にご乗車ありがとうございます。皆さん素晴らしい旅をお楽しみくださいね。プロデューサーさん、はい、あの新しい衣装似合ってますか？私もこの衣装お気に入りなんです。ファンの皆さんにもブログのコメントでとっても可愛いって褒めてもらいました。そうなんでしょうか。でも喜んでもらえてよかったです。帽子がとっても可愛いですよね。どこに行きたい？プロデューサーさん、それってどこでもいいんですか？はい、長いお休みがあるとパパが旅行に連れて行ってくれるので家族でいろんな国に行きました。小さい頃に行った国はよく覚えていないこともありますけど、でもイギリスのアフタヌーンティーでいただいた紅茶はとっても美味しかったです。でも行ったことがない国もたくさんありますよ。あ、プロデューサーさん、私が行ったことがない国に行ってみたいです。でも外国だとプロデューサーさんが一緒に来るのが大変になっちゃいますか？私がシアターの公演を成功させたら。わかりました。プロデューサーさんが安心してお休みできるよう私頑張りますね。プロデューサーさんと一緒に外国に行くのとっても楽しみです。大丈夫です。私まだまだ元気いっぱいです。これも毎日レッスンを頑張った成果でしょうか。はあ、プロデューサーさんには何でも分かっちゃうんですね。実は私夢ができたんです。だからその夢を叶えるために頑張りたくて。私プロデューサーさんみたいになりたいんです。
アイドルになってから知らないことをたくさん知ることができました。それってプロデューサーさんが私をいろいろな場所へ連れて行ってくれたからだと思って、だから今度は私が応援してくれる皆さんをいろいろな世界に連れて行ってあげたいなって。自分でもすごく大きな夢だって思います。でも頑張ればきっと、それにいつか私も見てみたいんです。たくさんの素敵な景色をファンの皆さんと一緒に。出発進行ですね。